ダイエットしているのに、なかなか脂肪が落ちない。そんなお悩みの原因は、赤身肉の不足。今回は、脂肪燃焼をサポートし、美肌や美髪に欠かせない、赤身肉の健康効果と、効果的な食べ方をご紹介します。ダイエット中だから、太るから、そんな理由で肉を食べないなら、それは大きな誤解です。ダイエットをしているのに、なかなか脂肪が落ちない、という人は少なくありません。その原因の一つが、代謝の低下です。特に食事制限のダイエット中は、基礎代謝が落ちてしまい、脂肪を燃やしにくい、状態に陥っています。この基礎代謝を上げるには、筋肉量が大きく影響します。筋肉を作り上げるのに、タンパク質が豊富な肉は、欠かせない食材なのです。筋肉量が増えれば、基礎代謝が上がり、自然と太りにくくなるのです。お肉の中でも、特に重要な部位が、赤身です。赤身には L カルニチン、という成分が含まれています。L カルニチンは、体内の脂肪燃焼を、サポートするありがたい成分。この L カルニチンは、もともと人間の体内にありますが、加齢とともに減少するので、食事で摂取することが、とても重要なのです。赤身肉はダイエットだけじゃない。肌にも髪にも重要だった。赤身肉が、ダイエットに効果的なのは、赤身に含まれる、鉄分が、挙げられます。タンパク質と結びついた鉄分は、全身に酸素を送り込む、ヘモグロビンとなります。全身へ酸素や栄養素を、行き届かせるだけでなく、脂肪や老廃物の代謝が、スムーズになる作用もあるので、赤身肉は健康的に痩せる、とても重要な食材なのです。肉の主成分のタンパク質は、筋肉の元になりますが、これは体温にも影響します。タンパク質は肌や髪にも、重要な成分のため、タンパク質が不足すると、肌はカサカサになったり、髪もパサパサになることもあります。これほど赤身肉は大切ですが、どれだけ食べてもいい、というわけではありません。特にダイエット中の方は、食べる量には注意しましょう。赤身肉を食べるとき、一緒に摂るとより効果的な食材、体温を温める作用のある、ニンニクや、おろし生姜、消化促進作用のある、わさび、肉の消化を促進する、大根おろしや、血液をサラサラにする、クレソンなど、薬味で美容効果を加えるのも、おすすめです。もし肉を我慢しているなら、ぜひ赤身肉を食べて、健康的なダイエットをお試しください。